北海道教育委員会、親力紡ぎ事業ホームページをご覧の皆さん、こんにちは、北海道出身の、はい、CI プロジェクトです。ボーカルギターの河野源太です。ベースの前川勝人です。ギターの泉谷和弘です。ドラムの森谷翔平です。はい、僕たち CI プロジェクトは、この度この親力紡ぎ事業、キャンペーンソングを担当させていただくことになりました。よろしくお願いします。僕たちは2011年の4月に結成し、8月に全国デビューしたバンドです。デビューとはいえまだまだメジャーじゃなく、インディーズというところで、知名度実力ともに志半ばではあるんですけども、そんな僕たちに今回、この事業のテーマソングをご依頼を受けしていただいたのが今年の5月ぐらいかい、うんうん、に、春先夏前ぐらいだと思うんですけども、お話をいただきまして、大変なことになってしまったなとなのでちゃんとできるんだろうかって思いまして、で、最初実はその ちょっとはお断りしようかななんて思った時も実はありました。でそれは、僕たちはやっぱりまだ子供を育てたり、してないですし、本当に今渦中にいる方々とか、本当に真剣にこのプロジェクトに取り組んでいる方々に逆にそのなんか言えることはない、何もないんじゃないかと思って、腹立たしいんじゃないかなと思ってちょっとやめ今回お断りさせてもらおうかなと思った中、でもそれは一方で逃げかもしれないなと、だって考えたことないテーマだったので何にせ、そう思ってちょっとお時間、いただきまして、まあ、僕一生懸命こう自分なりにいろんなことを考えてみたんですが、その結果ちょっと一つメロディーを書かせてもらって、詞も書かせてもらってワンコーラスで担当の方々に聞いていただいたところ、いいぜと言ってもらったので、もうこれはもう、この思いをこの4分前後の曲に詰め込んで、思いを詰め込んで皆さんにお届けしようと、思い作らせていただきました。タイトルは育て道というタイトルで、まあその子育てを、していく上でこう登っていくこの道みたいなのも、ちょっと自分で造語をしながら作ってみた言葉なんですけど、やっぱりその子育てに限らず何でも最初は初心者なので、でその道には大体が玄人の人もいて、自分が愚かに感じる瞬間とかも多々あるんじゃないかななんて思ったんですけど、まあ実際みんなそうだから、だからそんなにこうみんなで協力し合って手を取り合って、一歩一歩愛を紡いで、夢ある未来を、想像しよう。綺麗事に聞こえるかもしれないけど、未来、子供が未来だったら理想を語るのが親なんじゃないかなって、僕はそう思って、褒めてした。この曲が北海道、まずは北海道中に、そして、できれば全国に、この曲とともにこのプロジェクトの、がプロジェクトが進んで共有、皆さんが共有できるように、それを夢見て、僕らも頑張っていこうと思いますので、ぜひ、この親力紡ぎ事業、ご関心いただけたらなと思います。この曲はホームページから無料ダウンロードできるんです。無料っすライブ来てくださいね北海道拠点にやってるのでよかったらライブ来てください。はい、
ち込めて演奏した曲なので、ぜひ聴いてもらって少しでも力になればいいと思います。お願いします。真心込めて作った曲なので、皆さんでこの曲育てる道を愛してくれたら嬉しいです。お願いします。親と子っていうこのつながりの中で、一つのこの曲、おかしな曲がきっかけで、それがより深いものだったり、絆がより、いいものになったらいいなと、その一つのきっかけかもしれないですけど、僕らの曲を聴いて、何か感じてくれたらなと思います。よろしくお願いします。ピースの前川は気持ち込めて演奏していない。ギターの泉はもう真心を込めて作っていない。ということが判明しました。そんなことないよ。そんなことないよ。意外と一生懸命やってるけど、これを機に僕らのこと知ってくれる方も多いと思います。こういうバンドがまだ北海道には眠ってるんだ、これから僕らも北海道をまず城にして全国に羽ばたこうと思っていますので、このプロジェクトともども楽しみにしていただけたら嬉しいです。今後もぜひ親力紡ぎ事業、そして試合プロジェクト、よろしくお願いします。ありがとうございました。